キム・ジェジュンは韓国出身の男性歌手。2003年のデビューから2010年までは東方新規のメンバーであった。それ以降は JYJ のメンバーとして活動しており、2017年以降はソロアーティストとしても活動の幅を広げている。2001年9月15歳で SM エンターテインメントのオーディション第2回 SM ベスト選抜大会スタイルトップ部門で1位となり、 練習生となる。事務所があるソウルへ単身で上京したため、その整形のために早朝から深夜までアルバイトをしながら、レッスンに通っていた。やったことがないバイトがないというほど多くの仕事をし、映画のエキストラなどもしていた。2004年1月、東方新規としてシングル、ハグでデビュー。2005年4月、シングル、ステイウィズメトナイトで日本デビュー。9月に、 ダンスの練習中に足を負傷し、ファーストライブではダンスができなかった。2008年、芸能活動のため休学していた高校から、河南高等学校に編入し卒業。2009年、ユチョンやジュンスと韓国の化粧品、ブランドクレボを運営する会社の中国法人に投資し、韓国ソウル市で同ブランドの販売代理店の運営も始める。同年7月、 同じく東方新規のメンバーであった、ユチョン、ジュンスと共に、SM エンターテインメントに対し、専属契約効力停止の仮処分申請を裁判所に提出。2010年4月、ユチョン、ジュンスと、ジュンス、ジジュン、ユチョンを結成し、後に JYJ に改名。2011年、JYJ ワールドツアーコンサートのアジア地域で開催された公演の総監督を務め、 音楽、振付、舞台効果、音響、照明、衣装などすべてを演出した。この実績を評価され、6月11日から12日に、韓国の高麗大学、ファジョン体育館特設ステージで開催された、新体操選手村、ヨンジェの初柄賞、LG 以前リズミックオールスターズ2011の、舞台監督として、音楽の選定及び、編曲、舞台効果、 振付、衣装スタイリングの演出を行った。2012年11月28日、JYJ と SM エンターテイメントは、双方が締結したすべての契約を2009年7月31日に終了し、これに関するすべての訴訟を取り下げ、今後の活動に干渉しないという合意をして和解が成立した。二千十三年一月十七日、初ソロミニアルバム、 第2収録、ワンキッスが、音源発売当日に5カ国の iTunes、総合トップ9カ国のロックチャートで1位を獲得した。2015年3月、兵役のため芸能活動を休止、同月31日に入隊。後に、特急戦士であることを、ベライブで語っている。2016年12月30日に除隊。2017年1月から4月にかけて、 除後初対5発となるコンサートツアー2017キムイエージュンアジアツアーザリバースオブジェを行った。同ツアーは1月のソウルを皮切りに横浜、大阪、名古屋、埼玉などの日本を経て香港、タイ、マカオ、台湾まで9つの都市で13万人を動員し J ジュンの高い人気を証明した。その後日本で個人事務所 JBS を立ち上げて芸能事務所 K- ダッシュからサポートを受けるようになる。以降日本での活動がおよそ8年ぶりに本格化。12月1日には、ゼジュン単独の日本公式ファンクラブ、イエーファンズがオープンする。2018年2月より、日本でのソロ活動を開始。3月にフジテレビ系、通会 TV スカットジャパンの再現ドラマに出演し、コンビニ店員とパティシエ役を演じた。また出演中のウェブバラエティ、 フォトピープル写真展、レプルミエパが池袋で開催された。2021年3月からは、BS スカッパーで、冠番組、ジェジュン J がスタート。夏には密着ドキュメンタリー映画、ジェジュン、オンザロードが公開される。リバース・オブ・ジェイ、コンセル・イン・台湾2017本名は同じ。東方新規時代は、ヨムン・ジェジュンという芸名を使用していた。 日本版の曲タイトルや作詞曲名はジジュンと表記されている。韓国版では東方新規として活動していた時はヒーロー。JYJ になってからはまたはが使われている。2019年カバーアルバム発売日より J ジュンと表記が変更されている。身長は 180cm。体重は 63kg。血液型は O 型。 2007年7月、中国の星空衛星テレビのアンとート、アジア花火んで417万秒以上で首位となった。韓国の4枚目、アルバム、ミロティック制作にあたって、作曲は30作品以上していた。その時に、ただ、自分たちの曲より良い曲が多かったため、次の機会に伸ばしたと語っている。SS501 のリーダー。 キムヒョンジュンとは練習生時代からの付き合いで一時共同生活を送っていたほどの中。また2009年に韓国でデビューした歌手のテグンとは小学校からの親友で、そのヨシミからテグンのデビュー曲のミュージックビデオにも出演している。2017年韓国を訪問中のタイのファンが突然倒れ、昏睡状態になった時に、ジェジュンは病院にお見舞いに行き、 治療費を困っている家族に対し、2000万ウォンを寄付。2018年西日本豪雨災害の時は、広島まで足を運び、泥かきのボランティア作業まで行った。2020年4月1日、インスタグラムに新型コロナウイルスに感染し、入院した旨を投稿した。生放送となる、前日の NHK、歌コンに、共演者と出演していたために波紋を広げたが、 投稿から1時間足らずで、エイプリルフールの冗談として、投稿を修正し、その後に貿易意識を高めるためのものだったと述べた。NHK は予定していた出演 VTR の放映を取りやめ、自身もテレビ番組への出演等、しばらく芸能活動を自粛した。その後、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、医療従事者に寄付を行い、継続的な支援をしている。 2020年4月17日に特定、非営利活動法人ジャパンハート主催のプロジェクトに参加。プライベートでも、韓国で、奉仕活動を行った。シングルフルアルバムカバーアルバムシングルミニアルバムフル、アルバムツアー 2011SBS、演技大賞ニュースター賞、ボソを守れで、共演のワンジヘなどと受賞歌手、部門大衆文化大賞輝くビューティーアイドル賞。 次世代スター賞第1回、アジアコンテンツアワードエクセレンスアワード受賞。流通は、ソニーミュージックマーケティング。ABC、プロフィールアバウトイエージュン。C、ジェスエンターテインメント。2018年3月27日閲覧。ソニーマガジンズ書籍、トゥモロウ -000777 デイズ -25、26ページ参照。文化日報。 2011年1月27日閲覧。7、6、4。2011年1月18日閲覧。CEO、マイキョーインターネット。2011年1月18日閲覧。ABC、韓国で和解成立の JYJ 日本では係争中で、未だ活動できず。ニュースポストセブン。2018年3月27日閲覧。 JYJ ジェジュンワンキス日本など5カ国の iTunes チャートで1位に、クスタイルライン2021年1月15日閲覧。2021年4月25日閲覧。女退 JYJ ジェジュン女退式で感謝の挨拶、多くの方々が応援してくださったおかげ、クスタイルライン2021年1月15日閲覧。JYJ ジ,ジェジュン。 アジアツアー終了、13万人のファンを魅了し人気の、底力を証明。クスタイル、ライン、2021年1月15日閲覧。ジェジュン、アジアツアー終了、13万人のファンを魅了し人気の、底力を証明。ライビダーニュース。 h t t p s コロンススララッッシシュュュニースドット l i v e d o r ドットコムスラッシュアーティクルスラッシュリテールスラッシュ12885660スラッシュ2018年6月25日閲覧。ジェジュンが日本でソロ活動を回収で立て伏せも披露。ニュースポストセブン。2018年3月27日閲覧。JY、j y j j j ジュン、富士テレビ人気番組、スカッと ジャパン出演が話題、ツイッタートレンド入りも。クスタイル、2018年3月27日閲覧。JY、j y j ジェジュン＆サミュエルら a ホトピープル出演者8人、日本で特別写真展を開催、27日よりオープン。クスタイル、2018年3月27日閲覧。ジェジュン館番組29日開始、第1回ゲストは、ユート。日刊スポーツ。 二千二十一年四月六日閲覧ジェジュンに密着ドキュメンタリー。今夏公開決定コメント映像解禁。オーコンニュース二千二十一年四月六日閲覧東方新規英雄ジェジュン花火。難に稲荷府 http コロンスラッシュスラッシュコンテンツ。inolife ネットスラッシュニューススラッシュリスト。php、ph a c i d イコール七 i ID イコール756962019年7月30日、閲覧。2年ぶりアルバムの東方新規、イメチェンに期待を。ワウコリア。 https://www.wowkorea.jp:/news:/enter:/2008:/0926//10048842.html2019 年7月30日閲覧。pq2011 年1月27日閲覧。money today. 2011年1月27日閲覧。JY、j y j ジ e j 韓国で、昏睡状態に陥った、外国人ファンを救う、治療費を寄付。x タイル、h t t p s コロンスラッシュスラッシュ news.ks, tyle.com スラッシュ article.ksn? <ッ>ア,アーティコルのイコール206万72412021年4月22日、閲覧。 ジェジュンが、豪雨被災地の広島を訪れボランティア活動。日刊スポーツ。https www.nikkansports.com m e n t e r エンターテインメントスラッシュニューススラッシュ 20180719000781mhtml。2 0 2 1年4月22日。閲覧。 歌手ジェジュンさん、コロナ感染と、冗談、NHK が当初誤って報じる。読売新聞。オリジナルの2020年4月1日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/web/20200401133526/https:www. 読売 COJP、c u l t u r e 2020万401位と 1t5 万223。2020年4月4日閲覧。ジェジュン、インスタに、コロナ感染は、エイプリルフール日刊のファン同様、軽蔑します。J、キャストニュース。 https://www.j-cast.com/.2020/.04/.01383518 と html2020 年4月1日閲覧 https://japanese.joins.com/.jar.ticle/.26437778 とえびしんたけひろ 嘘のコロナ感染騒動ジェジュン、日本以上に厳しい、韓国の批判 Yahoo <News>。ヤフーニュース https コロンスラッシュスラッシュニュース .yahoo.co.jp スラッシュ byline スラッシュ shinmukong スラッシュ2020404-00171304スラッシュ2020年4月4日閲覧ジェジュン エムステ3時間スペシャル出演キャンセル活動自粛に波紋は韓国にも K プラザ2020年4月2日ジェジュン嘘の代償日本での番組出演が相次いでキャンセルかバーオコリア2020年4月2日ジェジュン国立国際医療研究センターへ寄付新型コロナ感染拡大みんなで力を合わせましょう オーコンニュース2021年3月20日閲覧。寄付のご報告。J. ジュンジャパンオフィシャルサイト2021年3月20日閲覧。ジェジュンが約1ヶ月ぶりに近況を公開。韓国で個人的に奉仕活動をと所属事務所フォト。スポーツソウル日本版。 https コロンスラッシュスラッシュ sportsseoulweb.jp スラッシュスタートピック ID=131042021 年4月23日閲覧ジェジュン誕生日に発表新曲3.31にリリース日刊スポーツ2021年3月10日閲覧東方新規ヒーロージェジュンのリメイク曲 忘れられた季節が大人気イブタイムズ、2008年9月28日、2008年10月閲覧、日韓合作、天国の郵便配達人、記者会見動画一等方針記事順、初めての映画を語る11月10日1時30分。ネイマイヒャンニュース、ジェジュンの素顔と夢のルーツに迫る、ドキュメンタリー今夏に、世界最速公開、映画ドットコム 2021年4月6日閲覧。ジェジュン、オンザロード予告。過去のグループについて尋ねられる様子も。映画ナトリー。2021年5月1日閲覧。東方新規のジェジュン。日本ドラマ。素直になれなくてに出演 INNOLIFE.net。2010年3月9日。フォトピープルインパリ公式。ポニーキャニオン。 2018年3月27日閲覧。ジェジュンの一人旅に密着。旅バラエティ番組、トラベルバディーズ8月より、日本初放送が決定。クスタイル、2021年5月6日閲覧。ジェジュン、新番組スタートで自然体の姿満載ペンタゴン、ユートが、ゲスト出演。モデルプレス、2021年3月10日閲覧。 2010年度第14回日刊スポーツドラマグランプリ春ドラマ選考結果。マネートゥデー。ありがとうございます。